まあ、長く子供さんの姿を見られてないと、うん、どうもその子供さんにも代わりにあざがあるというのをお聞きしまして、うん、誰が言うとんねんそれ、ちょっとお答えできないですけどね。これは京都府警少年課と京都市の児童相談所が合同で実施した児童虐待に適切に対応するための訓練の様子です。両親が調査に応じない虐待の恐れのある家庭には裁判所からの許可を得て強制的に家庭に立ち入る臨検捜索が行われますが、警察官と児童相談所の職員がチームを組んで怒鳴りつける保護者を抑えたり児童に声をかけたりする訓練が行われました。警察と児童相談所は今後も定期的に訓練を続け、児童虐待の防止に努めたいとしています。